こんにちは、たくまみおです。今日はですね、だいぶ前からインスタでも YouTube でも胸の左右差についてお悩みの方からたくさんメッセージいただいていたので、今日はそもそも胸の左右差っていうのは異常なのかっていうことだったり、どうして胸の左右差ができてしまうのかの原因だったり対策法についてお話ししていきたいと思います。まず中高生の皆さんからの質問で多いなと感じたのが、結構左の胸の方が 1,2 カップ大きいんですけどとか、右の方が大きいんですけどとか、こういう左右の胸の大きさが違うっていうのは異常なんですかっていうことだったんですけど、二重の幅が左右で違ったりするのと同じで、胸の形とか大きさが左右で違うのはかなり当たり前のことなので心配しなくて大丈夫です。筋肉のバランスとか骨格が違ったりすると、ほっぺたもどちらかだけが高かったりとか、笑った時も口角がどっちかだけ上がっちゃう人とかも多いと思うんですけど、人それぞれ筋肉の癖みたいなものもありますし、むしろ全く一緒っていう方の方がレアなので、これについては心配しなくて大丈夫です。ただ部分的に腫れがあったりとか、しこりを感じるような場合は病気の可能性もありますので、そういった場合は早めに病院に行って見てもらってから判断することをお勧めします。続いて、そんな左右差ができてしまう原因についてですが、一番ね、聞いたことがあるのは、左の方が心臓があるから守るために左胸の方が大きくなってるっていう説が一番広まっちゃってるんじゃないかなと思うんですけど、諸説ありますけど、心臓ってね、本当はほぼ中央にあるんですよね。なのでこれは都市伝説って言われてたりもするんですけど、とはいえね、左側からの方がやっぱり心音とかって聞こえる気がするじゃないですか。っていうのも、心臓って左右4つの部屋に分かれてるって小中学校の時に理科の授業とかで習ったと思うんですけど、それぞれ左側と右側でやってるお仕事が違うんですね。右側の心臓は運ばれてきた血液をご近所さんの肺に届けるんですけど、左側の心臓は全身にね、血液を送らなきゃいけないから、右よりもよっこいしょーって力がいることをやってるみたいなんですよ。なので右より左の方が心臓の筋肉が分厚く作られてるんですって。だからね、より大きな動きをしてるから、左からの方が心音が聞こえてくる気がしたりだとか、筋肉が分厚く作られてるから、その上にある左胸の方が大きくなっちゃってるっていうことから、心臓が左にあるから左胸の方が大きいんだよっていう説が広まってるんじゃないかなと私は思っております。続いての原因は体の歪みですね。普段からね、猫背の姿勢で長時間のデスクワークをされてる方だったり、片足重心の癖があったりとか、すぐね、足を組んだりとか頬杖をついたりする癖がある方なんかは、こういった習慣の積み重ねで体が歪んじゃってる可能性が高いです。骨盤が歪めば体全体歪んできちゃいますし、くびれの位置が変わってきたりとか、肩の高さが変わったりするのと同じで、左右の筋肉バランスが崩れて胸の形や大きさに左右差が出てしまうのも当たり前です。続いての理由は、血管やリンパの流れの滞りです。こちらも姿勢が悪かったり、重たいバッグをいつも同じ方の肩にかけたり、寝る時もいつも同じ方を下にして寝ているような方は、脇が圧迫されて血流が悪くなり、十分な栄養が行き渡らないこともあります。そして冒頭にも言いましたが、筋肉のつき方の違いです。利き腕ってもんがあるのでね、これはちょっと多少は仕方ないことなんですけど、バッグをいつも決まった方の腕で持ったりだとか、テニスや卓球、あとバドミントンとか、利き腕だけ激しく動かすようなスポーツをされてる方は特に当てはまると思うんですけど、どちらかの筋肉だけが発達してしまってバランスが崩れることがあります。そもそもお胸っていうのは、大胸筋っていう胸の大きな筋肉の上についている乳腺と脂肪の塊なので、その土台である大胸筋が崩れてしまうと、上についているバストの形や大きさが変わってしまうのも当然ですね。まあでも、利き腕とかね、癖によるものっていうのはそう簡単に変わらないし、日本人はね、右利きが多いから右が痩せちゃって左のお胸の方が大きい方が多いっていう説もあるくらいなので、まあつまりはそんじょそこらにね、左右差が生まれる原因っていうのは転がってるわけだから、
当にそんな異常なことではないんですけど、とはいえお胸っていうのは女性にとって大事な部分だし、気にしなくていいんですよなんて流されることも多いけど、こっちとら気になっとるんじゃいという方のために動画を作っております。ということで、お待たせしました、改善方法です。まずは正しいブラのサイズを選ぶことです。左右でね、大きさが違うとどっちに合わせてブラのサイズを選べばいいのか分かんなくなりますよね。これは必ず大きい方の胸に合わせてブラのサイズを選んでください。お胸周は非常にデリケートなので、絶対に長時間潰しちゃダメなんです。なので小さい方の胸に合わせてブラジャーを選んでしまうと、大きい方が潰れて血流が悪くなって小さい方のサイズに合ってしまったりだとか、大きい方が崩れて形が悪くなってしまったりする危険性があります。また大きい方のサイズに合わせてブラジャーを選んでも、小さい方にはパッドを数枚入れて調節するんですけど、その時パッドを入れすぎちゃうと、また小さい方のお胸がより潰されることになって、よりちっちゃくなっちゃう可能性もあるので、パッドの入れすぎにも気をつけてください。また生理中は胸が張ってサイズが変わっちゃうので、生理中用のブラと日常用のブラ2サイズ準備しておくことをおすすめします。ほんで、正しいブラのサイズっていうのが、今回は下着と似た形の水着で説明するんですけど、下着屋さんで気になる下着をつけたら、こう軽く腕を振ってみたり、バンザイとかしてみたり、ある程度動いてみてもバストが上や横からはみ出てこないもの、サイズが合ってないとわかるかな、こうやってちょっとわかりにくいかもだけど、バストがこのラインに乗っかっちゃうような、ここがまっすぐじゃなくてお肉の方がはみ出てるような感じになっちゃうようなブラはサイズが合ってないっていうことなので、あとはバンザーアイでした時にアンダーバストのサイズが合ってないと、ここが上に上がってきちゃって下からねバストがはみ出してしまったりだとか、あとはこう上から押してみて上下左右に変な隙間がないかとか、逆にアンダーバストが小さすぎると食い込んできて苦しいとか、ワイヤーが当たって痛いとか、あとはストラップが片方だけ必ずずり落ちてしまうなんていう声もよく聞きますけど、それもブラってそういうもんだとは思わないでください。バストの正しい位置っていうのは、このトップの線とこの鎖骨の間のくぼみを結んだ時に綺麗な正三角形になるのが正しい黄金バランスと言われてるんですけど、この位置まで絶対持っていくぞってストラップでね調節するものではなくて、ブラのサイズが合っていたら自然とその位置にはなるはずなので、ストラップは指1本分余裕で入るくらいのきつさに調節して、背中のホックの位置があまりにも上に行きすぎないように、このワイヤーの真ん中の位置と背中のホックが横から見た時に一直線になっているくらいの高さに調節してください。昔私も学生の頃にあんまり大きいサイズつけるのが恥ずかしかったので、無理やり小さいサイズのブラとかつけてたことがあるんですけど、アンダーサイズを大きいものとか使って、そうするとね背中のホックがかなり上の方に来ちゃってたので、人それぞれ大きく見せたい小さく見せたいってあると思うんですけど、多分共通して形はよく見せたいはずなので、形を崩したくなかったら正しいサイズのブラを使うことをおすすめします。次に寝るときですね、小さい方を下にして寝る癖をやめる。言っても眠るときの体勢ってどうしてもこっちのこの角度を向いてないと眠りにつきづらいんですよっていう方も多いと思うんですけど、私も結構そういうタイプなんですけど、そういう方におすすめしたいのは、寝る体勢とか角度とか気にしてる余裕もなく爆睡してしまうくらいまでヘトヘトになる。もう癖を直すにはこれしかない気がするんですよね。そしてこれは結構直せるんじゃないかな、小さい方で重たい荷物を持つ癖をやめる。左右で分けてちゃんと持ってあげてください。ショルダーバッグとかも一緒ですね。なるべく私は小さいバッグの時も大きいバッグの時もリュックを使うようにしています。続いては小さい方の脇を解放することを意識して、こう脇に4本指をブシュッと刺して液化リンパ節をよく揉んであげる。あとストレッチで解放してあげるのもおすすめです。寝る時もねこういう体勢で寝たがいいんじゃないかな。お仕事の合間とかにもできるのが、こう手を後ろで組んであげてぐーっと持ち上げる。持ち上げるのがきつい方はもう手を後ろで組むだけでも肩甲骨が動いて丸まっている背中が解放されるので、ぜひストレッチはたくさんしてあげてください。続いてはバストアップマッサージを両方してあげる。マッサージってねすればするほど大きくなるような気がして、小さい方の胸ばっかりガーってすれば小さい方がムクムクと大きくなって調節されるんじゃないかと思いがちですけど、小さい方だけ一生懸命マッサージすると小さい方だけ運動したような感じになって
って余計痩せちゃうなんていうこともねたまにあるので、前にご紹介したマッサージの方法をあんまり激しくはせずに、リンパの流れに沿ってゆっくりと慌てずにしてあげつつ、小さい方の原因を取り除いてあげる努力をしてみてください。あとは姿勢や癖の改善、体全体の歪みの改善ですね。ストレッチやマッサージ、正しい姿勢の取り方や体の歪み改善の方法などはまた詳しく動画を上げていますので、このあたりをポチッと押していただくか、動画下の概要欄にも URL を貼っておきますので、ぜひ試してみてください。ということで今日は胸の左右差についてのお話でした。少しでも参考になりましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram もやってますので、動画下の概要欄から覗いていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。